します。どなたかは存じませんが助けてくださいませ。うわっ、なんだ。助けてくれってどういう意味だ。いきなりこのようなことをお願いして申し訳ないのですが、今悪人に追われていてかくまっていただきたいのです。わかった、君のことを信用しよう。ありがとうございます。敵意がないのならかばってあげるのはやぶさかじゃない。それにこんな美人のお願いじゃしょうがないよな。本当にこっちに行ったのか。ああ、角を曲がるところまでは見ていたから間違いない。まったく手間取らせやがって。ま、あんなに目立つ女なら見落とすことないだろに逃げてこなかった。女？それはどんな女だ。踊り子みたいなヒラヒラした衣装を着た女だ。おお、それならあっちに逃げていったぞ。いい女だったからよく覚えているよ。そういえばお前たちはここで何してる。おいおい、野暮なことを聞かないでくれよ。こっちはこれからお楽しみだってのに。見せてみろ。大丈夫、任せて。いや、実はこいつはさっき買ったばかりの娼婦でね、今まさにここで追っ始めようってところなんだよ。いかんせん金がないから連れ込み宿にも行けないから、こいつがまとってた布で隠してここで、こう思ったんだけど、あんたらが声かけてくるんだもんな。
あんたらが追っかけてる女のようないい女じゃないし、せっかく買った女だ。今くらいは独占させてくれよ。確かにこんな臭いボルノをまとっているような女じゃない。そもそも女を追っかけていたんじゃないのかい？俺たちなんかを相手にしているうちにどんどん逃げられちまうんじゃないのか？こんなところで時間を使っていられないな。おいおい、俺の楽しみを邪魔しておいて何もなしか。貧乏人間。おお、怖い怖い。女はあっちだよ。あいつらはもう見えない。とりあえずは大丈夫だ。ありがとうございます。なんとお礼を申し上げればいいのか。あの、よろしければお名前を教えてくださいませんか。俺は風魔小太郎って言うんだけど、それよりなんで追われていたのか聞いていいかな？あの方たちは私の踊りの力を狙っているのです。踊りの力？はい、私の踊りには見る者の運気を向上させ幸せを呼ぶ力があるのです。彼らはその力を欲する者に雇われた傭兵でしょう。運気を向上させる踊りって、ひょっとして君が魔界の踊り姫と呼ばれているリトバ？私のことをご存知なのですか？大丈夫、俺は大魔人だ。任務として君を保護するために黄泉原に来たんだ。そうでしたか。よかったです。大魔人の方が来てくださったのならもう安心ですね。ああ、このまま黄泉原街の安全な場所まで俺が護衛をするが、驚かないのか？驚くとは何にでしょうか？いや、君は魔族だろ。それが大魔人に保護すると言われてすんなり受け入れたのが不思議なんだ。それでしたら簡単な理由です。なぜなら保護を求めたのは私自身ですので。え、そうなのか？はい、これまでも私は今日のように追われることが多くて。
タイマニンの方々に助けを求めて、どのような方がいらっしゃるのか不安でしたが、優しい人がいらしてくれてよかったです。うわ、いや、俺はただ困ってるのが放っておけなかっただけだから。困っている見ず知らずの女を助ける方が優しくないはずがありません。本当にあなたが来てくれてよかった。とにかくあいつらが戻ってくるかもしれないから、早くここを離れよう。こうしているととても安心するのです。ですので、もう少しこのままでいてはダメでしょうか？ありがとうございます。